ウィング代表の茨城です。今回は、過去に4回にわたって、お送りしました FMW ノスタルジー。5回目ということで、最初は3本はそこから始まりまして、工藤めぐみ、それからリッキー夫人、それからコンバットトヨタですか、に続く第5弾という形で、今回は、かつて新日本プロレスに所属しておりまして、引退後に、FMW に、乗り込んできました、クリス朝信選手を取り上げてみたいと思います。クリス選手は、身長175センチ、体重100キロそこそこということで、決してレスラーとしては大型な部類に入る選手ではないんですけれども、その負けん気の強さといいますか、新日本プロレスの時はこれといって、目立った存在や、前座の一角として活躍した選手なんですけれども、彼が一つのターニングポイントといいますか、FMW という、インディーの先駆けの団体ができまして、ここで、鬼太刀だったり、ターザンゴトを相手に、ぐんぐんと、頭角を現して、その後、FMW を離れた後も、新日本、それから全日本なんか、はじめとしてインディー団体で、バレあったかと思うんですけれども、もともと自分とクリスの接点っていうのは、彼がプロレスラーになる以前に、一度会ってまして、自分が、最初の、と言いますか、アメリカ取材旅行だったかと思うんですけれども、1972年ぐらいですかね、アメリカの何か所か回って、最後にロサンゼルスで、まだ日本に、来る以前ということで、来日は果たしていなかったんですけれども、それを見たさに、確かロサンゼルスのオリンピックオーディトリアムに、取材に行ったかと思うんですけれども、この時に当時自分はベースボールマガジン社、現在の週刊プロレス、当時プロレス&ボクシングという雑誌の、雑誌記者をやってたんですけれども、ここで短期間ながら休みをもらいまして、当時アメリカはまだまだアメリカのトップ選手が、日本にやってくる以前ということもあって、マスコミで言われていた、まだ見ぬ強豪というフレーズですか、自分もファンの一人からマスコミに入ったわけですけれども、そこでどうしても本場のアメリカのプロレスを見たいという部分に駆られまして、自費でアメリカに行きまして、その時にロサンゼルスで、当時プロボクの、ボクシングの方の、ロサンゼルスにおける通信員ですか、元プロボクサーの、溝口宗男さんって言いましたっけね、もう昔なんで、フルネームがちょっと覚えてないんですけども、ドン級とか、そのぐらいのクラスで活躍した選手かと思いますけれども、当時、マック溝口という名前だったと記憶してますけれども、彼と、ロサンゼルスオリンピックに行きまして、試合が終わった後に、後ろのゲートを、開けるんですけれども、その時に、溝口さんから、彼がプロレスになりたいってんだということで紹介されたのが、クリスさんだったんですけれども、当時彼はロサンゼルスの日本料理店かなんかでアルバイトをしている、その前に日本で、プロレスラーになりたいということで、お金を貯めてアメリカに、渡ってということなんですが、それから1年と経たない半年ぐらいですかね、編集部の方に突然電話がかかってきまして、あの時お会いしたクリスですけれどもっていうのを電話一度あったのを、なぜか自分を覚えてるんですけれども、縁があってか、FMW の初期、自分が鬼太刀と、FMW という団体を起こしたことによって、熱海から、わずか短い半年ぐらいでしたっけ、私ちょっとでしたっけ、クリス選手が参戦しまして、
あれもあったんですけれども、今回はその初期の、まあ、1990年ですかね、1月の7日に、後楽園ホールで行われました格闘技オープントーナメントという大会を、ワンデートーナメントですけれども、行いまして、ここで、10選手ぐらいが参加したと思うんですけれども、あるよあるよという間に、まあ、決勝まで進出したクリスマスのターザン小僧と相まみえて、まあ、この一戦を、今回ご覧いただきたいと思いますので、じっくりとご覧ください。格闘技オープントーナメント決勝戦30分一本勝負だよ。赤コーナー240パウンドターザン後藤、青コーナー230パウンドクリス・マサノブ、レフリー上田美樹です。
喋れないけどさ、
ただプロレス舐められなかったっちゅうだけで俺は満足してる。試合が動きがどうだこうだ失敗は関係ないんだから、勝たなきゃしないんだからさ。いつだってルールで俺やったつもりだし。